手動ボタン式、ハンドドライヤー三菱電気製、ハンドドライヤー、ジェットタオルハンドドライヤーとは、手を風で乾かすための乾燥機である。タオルペーパーに対して、エアタオルとも称する。各社ともに、構造は、ほぼ同一で、センサーで手を感知し風を送る。下部に差し出した手のひらに、髪型から送風する方式、上部から差し入れた手のひらの前後両側から送風する。 お化け型とも俗称される方式がある殺菌灯を取り付けて乾燥と同時に紫外線による滅菌を行うものやアルコール噴霧を行うものなどがある。滅菌を行うものは食品関連や医療機関で導入されている。自動ドアと連動させて規定の時間の乾燥と滅菌が終わるまで自動ドアが開かないという仕組みのものもある。吸引型のものは利便性と その性能の高さから注目を受けている。ペーパータオルや布ロールタオルを使用する場合に比べて、ハンドドライヤーは、電気代を考慮してもランニングコストが安いとメーカーは、試算している。ペーパータオルを全量リサイクルしても、工場への搬送、リサイクル、製品の輸送にかかるエネルギーや、薬品の消費を考慮すると、ハンドドライヤーは、環境負荷が少ないとメーカーは主張している。 A. ウェストミンスター大学の研究者による実験は、ジェットドライヤーで乾燥する風で室内に、細菌やウイルスが拡散されると報告している。ジェットドライヤーは、温風ドライヤーの20倍、ペーパータオルの190倍以上の量で、送風から15分が経過しても、空気中を漂う。現実にトイレを使用した人の手に付着している、細菌量と種類のデータは十分ではなく、 利用者の病原体感染率を増加させる危険性があるのか疑問も出されている。またアルコール噴霧や殺菌等や紫外線で殺菌を行うものがあるが、飛沫感染の原因となる拡散という問題点は解決しないが、近年これらの懸念が改善された吸引型のクレナと言われるハンドドライヤーが開発されるなど注目をされている。手を洗った後に乾かさないと、 バクテリアが生き残るので手を乾かす必要があるがペーパータオルはあなたの手を乾かす最も衛生的な方法である。ところがハンドドライヤーで深刻な病原体を拾う可能性は低い。他の人との直接の接触の方が感染を獲得する手段としてはるかに可能性が高いである。冷風のハンドドライヤーの消費電力は約1150ワットで 15秒以下の使用で約0.9円の電気代がかかり、これは一般的な温風ドライヤーや電子レンジと同等である。日本では1960年に東京エレクトロンが最初のハンドドライヤーを発売した。当時のアメリカですでに同種の製品が存在していた。以降、1970年代始めまで特許が保護されていたため、 東京エレクトロンが独占して製造して販売したが特許の保護期間が終了後大手各社が参入して競争が始まった。1985年頃にモーターの性能が改良されて乾燥時間が短くなり普及に弾みがついた。1990年代に環境問題の観点から紙を消費しないハンドドライヤーの普及がさらに促進された。 風の吹き出し口を小さく絞ることにより、モーターの能力が同一でも水を吹き飛ばす性能が大幅に高まる改良がこの時期に行われた。2011年、東日本大震災が発生すると節電の必要性から多くの施設でハンドドライヤーの使用は停止された。地震のダメージから回復する過程で一部メーカーでは消費電力を削減したモデルを開発することにより、 需要拡大を図ったが、2020年に新型コロナウイルスの感染が拡大すると、ドライヤーの風でウイルスが拡散するとのイメージから、再び多くの施設で使用停止となった。ただし、日本経済団体連合会では、コロナ対策の指針を見直す中で、世界保健機関がハンドドライヤーの利用を推奨していることを理由に、使用再開を促している。ありがとうございます。